ドッグラン行った時の他の飼い主さんとの会話、あ、可愛いですね、何歳ですか、男の子ですか女の子ですかっていうテンプレの2個ぐらい終わったらもうほとんど話すことない。おはよう、今日は保健所から電話がかかってきたお話。はい、というわけで可愛いっしょこの水色と赤の重ね着の着こなしでフードのこのねかぶり感じは多分リアムしか無理なんじゃないかなって我が家のファッションモンスターリアムでございますけども、可愛いっしょ。なんかさ、犬の服ってさフード邪魔くさいけどさね、いつも結構切っちゃったりとかするんだけど、ちょっとねリアム可愛いんでかぶせときました。でこちら誰だと思います？これなんか最近ね毛布にね車ってね中に入って遊ぶようになってきちゃって、わかる？誰だか。来ますよ、あ、ペコちゃんですね出ました、我が家のペコメロディー出ましたねなんかね最近毛布の中入って遊ぶの好きみたいで、こうやって遊んでおります。というわけで、本題でございますが、また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 、保健所から電話がかかってきましたうちはしょっちゅうね保健所から監査が入ったりとか、電話かかってきたりとかするんだけども、今のところね一回も音がめなしっていう感じなんですよね。重田さんのところの検査は素晴らしいんで大丈夫ですという感じの花丸二重丸をいただいていつもいるんですけども、これなんでこんなうちだけ監査と電話かかってくんのって話なんですけども、アンチのやつらが通報しまくってんすよいやもうよくね暇だなってね、よくそんなことするなって思うんだけども、まあまあ熱量がねそんだけね僕のことが気になるのかなって思うんだけどさ、で今回に関してはあれです、後輩の動画で、まあ、何十万再生とかで伸びてる動画があるんですけども、動画をに関しての問い合わせというかこうクレームがあったようです、保健所に。まあ動物虐待じゃないのかと、動物愛護のね視点から見た時にあれは虐待じゃないのか、無理やり犬にあんなことをして、完全なる絶対動物虐待で、あんなに犬が嫌がってるし、あれは本当に違法行為であり虐待でありみたいなバカがで、まあ、保健所にね一回そうやって連絡があったみたいなんですよ。で一回県庁にね電話をしたアホがおるらしいんですよ。茨城県庁にそれを電話して、で県庁は担当じゃないんで当然で、県庁から保健所に行って、で保健所の人がまあじゃあ分かりました、じゃあ動画見てみますって言って動画見てやら、まあ全く問題がないと、素晴らしい人工交配ですということでしたいやー、はい、というわけでね褒められましたよ逆にいや当たり前じゃんって思うんですよね。仮に例えばさ、まあその何つうの、そう保健所につつかれて困るようなことを僕がしていたとしてですよ、仮にしていたとして、それを YouTube にさ載せるわけがなくないわけなくない、そんなのさ動画に載せるわけないじゃん、つつかれて困るの。そういうバカなアンチのやつらさ通報しまくってんの知ってんだからさ、そんなさつつかれて困るところわざわざ動画にさ出すわけないじゃないですか。こんな再生回数なんかさはした金にしかなんないんだから、そんなんでもらったってしょうがないんだからさ、わざわざそんなことするわけないのに考えればわかるじゃんって思うんだけども、でまあ保健所の方とその電話で話したんですけども、まあ人工交配の仕方に関してはまあ100点ですと、かなり犬への配慮もあるし、良心的な素晴らしい人工交配で、衛生管理もしっかりされているので、完璧ではないかといった感じです。で保健所の方の見解としましては、まあ一般人っていうのはそういうことをこう普段見てないんで、そうああいうのを見るとなんかそういう風に見えちゃったりするのかなみたいな感じで、つまりはあれですよ、何も知らねえやつがちょこっとああいう痛々しい映像を見たぐらいでキャキャ騒ぐんじゃねっつーのやんわりという話でございました。まあそこまでは言ってないですけどね、そう一般の方々したら、まあ、刺激的な映像なんですかねっていうぐらいの言い方ですけども、まあまあまあそういうことですよ、当たり前じゃん僕の他の動画見てますね、犬に愛情注いでないわけないじゃん、無理やり交配してるわけないじゃんとか思うんですけども、でね、あとね、あのね税務署とかにもね通報するバカいるんですよ要は脱税してるんじゃないかとか、まあそういうのを通報してるやからが結構いっぱいいるんですけども、いや無駄だって、そう無駄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 
もう分かりきってるから、君たちみたいなね、その性根の悪いネクラな人間がね、僕に直接言えなくて、そういう保健所とか税務署とか警察とかいろんなところに通報してるのは知ってるけども、困るようなさことをさ、表に出してるわけないじゃないですかね。たとえあったとしてですよ、仮に僕が誰かに人にバレたら困るようなことがあったとしても、それをさ動画の中でさ、ボロが出るようなことをさ僕がやっているわけがないじゃないですか。だからまあこの間も税務署とかに僕が年収まあいくらいくらって言ってるんですけど、本当にこんだけ確定申告してますかみたいな通報を入れたやつらとかがいるみたいなんですけども、そんなの通報したって意味ないからじゃあ僕が今ここで動画の中でここでね、今じゃあ僕の年収100億ですって言って、通報したって監査入るわけないじゃないですか。監査入ったとしてね、税務関係に関してはいくらマルサ入ったって困んないようにしてありますから、本当無駄ですよ。そんなところで戦ってもね、勝てないですよ僕には。絶対にパワーかわいこちゃん、ずいぶん暇だなどうやったって俺には勝てねえぞ電話代だけがかかったら無駄な時間だなかわいこちゃん、ワイルドだろう、かわいそうだろう、こんなことばっかりやってるから誰にもモテないで、自分で部屋で一人でなんか寂しくやったろぜ、ワイルドだろう、かわいそうだぜかわいこちゃん、かわいこちゃんってなわけで、そうそう、まあその無駄なんですよ。だから突っ込まれて困るようなことを出してるわけないんだからね、たとえあったとしてもですよ、そう出してるわけないんだから無駄なので何の証拠もないのに憶測の範囲でね、そういうのを論じたりとかしても全く意味がないし、まあいいっすよ、暇つぶしでやってんだったらまあいいんだろうけども、他になんかね、本当ねバイトでもした方がいいんじゃないのって思いますけど、そんなことやってる時間あるんだったらね、時給800円でも金になった方がいいんじゃないのって思うんだけども、でまあ、さっきも言ったけどその電話とかももう 1,2 分で終わっちゃいますよ本当、もうね、そうそう、しげさんもう毎回言われるんですけども、大変ですねみたいなね、そういう人気者人気商売だからね、アンチの人がたくさんいて大変ですねみたいな感じで、もう保健所の人らも相手にしてないし、そう、そのなんかね、教会の JKC みたいな教会の人らとか もう完全に相手にしてないんで、もうやめた方がいいんじゃないかなって思うのは別にいいけどね、続けるのは僕は 1,2 分電話で話すだけだから別に構わないけども、通報するのもね、こう顔真っ赤にしたりとか大変なんじゃないかなって思うんですよね。えまあなかなか大変だなって、まあでもね、こうまあ直接言うのもね難しいだろうから、僕ほら結構口も達者だからさ、まあ直接言ったとてね、どうせ論破されて終わりなんだろうなとか思って、やっぱりこう他の機関に頼ってね、こうどうにか復讐してやろうっていう気持ちはわかるけども、まあそんなことしてもさ、あんまりねこういいことって生まれないじゃないですか。でもやっぱ思うのがさ、僕はまあ自分のこと性格悪いとは思いますよ、性格絶対いい方じゃないけども、性格悪いって思うけども、そんなにやっぱりさ夢中になりますかね。僕に対する悪意ってすごいなんかね、他の YouTuber さんのアンチとかと比べるとね、やっぱね熱量高い気するんすよね。こうなんでそんなに執着するんだろうとか、なんでそんなに高い熱量でアンチするんだろうって思うぐらい、なんかそれだけ魅力的なのかなって僕はポジティブに捉えてるんですけど、いやはい、なんででしょうね。そう、こうなんでそんなに夢中になるんだろうって、それだけやっぱりね魅力的な存在なのかなって、以外にないですよね。そう、めちゃめちゃ性格悪くてさ、めちゃめちゃ嫌なやつだったってなんだけど、ま、なんだけど、まあでもそこまでさ、基本的にそういう人ってもさ、嫌がらせとかさ、こう高い熱量で攻撃されたりとかしないじゃないですか。だからこうめっちゃ好きの裏返しは絶対、まあそれは間違いないと思うんですよね。そんだけ魅力的な人間なんだけども、そういう存在がこう心の中にずっと離れないんでしょうね。もう気になって気になってしょうがなくて、どうにかして構ってほしくて、どうしようもなくなってるのが、そういう風な行動とかになるのかなっていう風に思ってるんですよね。もっとプラスに変えてほしいなと思います。というわけでこの辺でチュシュ、今日のワンコ、皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日のワンコはノエル。
賢者で一番の頭脳派だよ。チャンネル登録と高評価ボタン忘れずに押して帰ってね。それでは皆さんにとって明日もいい日でありますように。じゃあね。